レゴアイランドの大冒険、クリックスターを捕まえろ。みんな、レゴアイランドへようこそ。今日はあのレゴの世界をパソコンで楽しめちゃう Windows95 用 CD-ROM、 レゴアイランドの大冒険、クリックスターを捕まえろを紹介するよ。さあ、君もお父さんお母さんと一緒にレゴアイランドを覗いてみよう。建物や乗り物、そして住んでいる人たちまでもがレゴのブロックでできている、とっても不思議で愉快な島、それがレゴアイランド。君がこの島にやってきた時、一番最初に訪れる場所はこのインフォメーションセンターなの。ここでは物知り博士インフォマニアックが君の冒険についていろいろと説明してくれるんだよ。インフォメーションセンターでは他にも君の名前を登録したり、プレイするキャラクターを選んだり、島の説明を聞いたり、レースのスコアが表示されたりするの。2階に上がると島が一望できたり、島の設定を変えたりすることもできるんだよ。そう、インフォメーションセンターはこの島を冒険する上でとっても重要な場所なんだね。建物や乗り物、そして住人たちまで、島全体がレゴのブロックでできている島、レゴアイランド。この島ではみんなが楽しく愉快に暮らしていました。そんなある日、島の牢屋から圧巻ブリックスターが脱走してしまったから大変。どうやらブリックスターは島を破壊しようとしているらしいの。お、島中大騒ぎ。そこで君はペッパー、パパ、ママ、ニック、ローラの5人のキャラクターのどれかになって、ブリックスターとに協力して。でもこの島の警官たち、困ったことにドーナツをあげないとちっとも働いてくれないのよね。だからヘリからドーナツを発射しながら警官たちを誘導して、ブリックスターを捕まえる手助けをしてほしいの。そうそう、ブリックスターはピザが大好物だから、ピザを発射して飛びついたところを捕まえるってのはどう？さあ、君はブリックスターの野望を食い止めることができるかな？ここではヘリコプターを作れるのよ。ヘリコプターは後で大躍するから、とても大切な乗り物なの。え、ヘリコプターなんか作れないって？大丈夫、いつもの通りレゴのブロックを組み立てればいいんだから、見なら簡単よ。このゲームの主人公ペッパー君と彼のお父さんお母さんが住んでいる家はピザ屋さん。お父さんとお母さんが作るピザの味はもう絶品。あの圧巻ブリックスターもここのピザが大好物なんだって。それからペッパー君はレゴの組み立てチャンピオンでもあるの。それにスケボーも大得意。スケボーに乗って島を探検してみるのもいいかもね。ジェットスキーって知ってるかな？海の上を走るスクーターのこと。このビーチではこのジェットスキーを組み立てることができるの。かっこいいジェットスキーで海の上を颯爽と走ったら気持ちいいだろうね。あ、子供がサメに襲われてる。ねえ、助けてあげて。ここは島のレース場。ここ
ここではフォーミュラーカーを組み立ててレースをすることができるのよ。いつも遊んでいるレゴのレーシングカーを自分で運転できちゃうんだから嬉しいよね。レゴアイランドなら君も一流ドライバーの仲間入り。乗り物はガソリンがなくちゃ動かないよね。それはレゴアイランドでも同じこと。だからガソリンがなくなる前にきちんと給油しようね。ちなみにこのガソリンスタンドではデューンバギーも作れちゃうよ。この牢屋には島を破壊しようとする悪漢ブリックスターが捕らえられているの。でもこの人脱走するチャンスを狙っているんですって。もしもしもよ、こいつが脱走なんかしたらお願い、君もブリックスター逮捕に協力してね。ここはメインメニューのインフォメーションセンターの紹介で詳しく説明しているから、そちらを見てね。ここではレゴアイランドで君と一緒に活躍するキャラクターたちを紹介しよう。知りたいキャラクターを選んでクリックしてね。レゴアイランドはアメリカで50万本以上のセールスを記録。フランスやドイツでも発売され、大好評の CD ロムタイトルです。子供たちが大好きなレゴブリックの新しい世界をお父さんお母さんもどうぞご一緒にお楽しみください。